ここの、あの天川村っていうのはその行者さんと縁の、そうそうそう、縁の行者さんがね、結局このおじいさんがね、この方が大峰を改装されたんですね。でこの方がまあいう全国の修験道をこう広めていったというか、だからこの大峰というところを拠点として全国、四国石鎚山であったり、今九州阿蘇山とかでもあるし、ここが拠点なんですか？そうそう、ここを拠点としてこういろいろなところに、そうだった、飛んでいったというね、そういう、であっちの出羽三段ですね、上の方のね、で関東だったら高尾山も、修験道でしょ。そうです、ね、おそらくずっと行くと縁の行者さんがおられると思いますわ。はは、高田さん前に映画で何だったかな、そこの一番最終の時にはたどり着いたその頂上に行くと釈上とそういう行者さんの持ち物がもう先にあったということでね。あの大峰さんに来る前はどこにいたんですか？この方、はい、この方はね、五世って言ってね、五世の、ここのお寺が生まれたところっていうあれになってるね。そうなんですか。うん、はぁ、ありうん、で、ここで生まれ育って自分自身に超能力じゃないけど、はいはい、そういうのがあるということを気づいて、でそれで修行を重ねていく。でその修行を重ねていくことによって、この自身がお不動さんのような、人を助ける、で偉大な力を持つ、そういう人、神さんのような人材になっていきたいということで、修行をどん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 重ねて自然の力が身についてしまうというか、はいはい、いろいろな超能力であったり、もうなんかこういろいろな、いう力が、うん、でそれでね、こういうあのくじというか、そういうところから危険人物、この人はこう力を持ちすぎて、色を変えてしまうかもわからないというようなほどのこの人物になってしまう、だからあの捕らまえられて、最終的に伊豆の大島に流されるやね。流されて何年か経ったら、縁の行者はそういう人物ではないと、はいはい、人助けをしたりとか、そういうようなところで釈放されて、でまた戻ってきて、でそれで修行する。この方の宗派というのは自然崇拝だから、自然に対して自分たちが生かされて、農家の方であったり漁業の方であったりとかね、そういういろいろな商売されてる方が、あの自然に携わって、ある意味、こうちゃんと、ね、自身の家庭を作っていってるということで、だからいろいろなところでね、縁の行者像っていって石像っていうのかな、こういうひげの生えた、あの釈上、あの杖の持ったおじいちゃんがね、少しずつ出会うようになって、おそらく四国行っても出会うと思いますわ。水徳さんですよね。これ水徳さんでね、でこの水徳さんっていうのはね、縁の行者さんが修行してる時に、吉野山でおられる、大峰三寺でもいてるんですけれども、ダオゴーメンさん、その方を出された時に、はい、一人がちょっとこう自分があまりこう思ってないというかね、そういう方を投げ入れたっていうのがこの投げ入れ堂。投げ入れることによって投げ入れる取り去るというか、そうそうそうね、縁の行者さんもだからお不動さんをすごく慕ってたんで、ああそうなんですね、お不動さんのようにね、こう荒々しい行をしてということで、出てきた三体も、あ、そうか、お不動さんのようなお顔になってるでしょう。ちょっと顔が怪しいようなね。本当は出てきたのが、あの釈迦如来と弥勒菩薩さんと、
で千手観音さんってちょっとやっぱり お優しい方が出てきたんやけども、でちょっとそれは私のイメージじゃないなと言ってまた一段取り下げて、でまた出してきたのが蔵王権現からこの縁の行者さんのまあ修行気になっておられた方が弘法大師さん、まあ自分も一度そういう縁の行者に近い修行をするということで大峰にこぼって、でその大峰からずっと歩いて荒野の方に、だからやっぱりこの修験道というのにすごくね、おかげになった。